ましたね。アンタルズ DC XG21 アンタルズ DC と21カルカッタ県クエスト 100HZ 開封しましょう。これは絶対必要ですからね、釣りするんだったら。うわーすごい。何がすごいってこれね、カルカッタコンクエストが21になったんですよ。21カルカッタコンクエスト 100HZ ですからね。うわめちゃめちゃちっちゃい。ほら、滑らかだわこれ。スプールが全然違う。うわーここ見て、見えるわ、うん、物が全然違う。柔らか。え、なにこれ、なにこれ、やっばー、ギラギラ、もう巻いてる感覚ないレベルよ。ここね、ドラッグ調整、ここね、ここで調整する機能がついてるね。でもここね、はい、ミントマックスがあります。このようにね。でここでドラッグじゃない、これね、ブレーキを調整する。こうやって、わここも柔らかいよ。へえ、マックスがここまでいく。柔らか。ブレーキはだからまあこれは投げながら調整してね、あのやるものです。これは最高だな。で、ここ、黒いのあるでしょ。多分こうか。これでこうやって、中の状態見てください。はい。カルカッタクロンケスト、僕は愛してやまない名機ですよ。もうこれは絶対必要ですよ。本当に。絶対に必要。まあ一応、今回ね、これ動画作るつもりなかったけど、まあ、あれだよ。リクエスト来てたから、ここね、こうやってよ、こうやってはめて、カチャって、これで固定されるからね。あの、レビューやってくれっていうリクエストが来て、こんな感じ。まぁ、ちょっと今後投げ感とかもね、動画にしようかと思うんだけど、まぁ、ちょっと、あれ、マーククルーのワールドショーから、これでやるかな。これに合うかな。お、いいよ、いいよ、いいよ。合うじゃん、合うじゃん、合うじゃん。うん。やっぱカルカッタコンクエストって男の夢が入ってるからね。もう男の夢って感じ。だからこれ絶対に必要です。はい、自分は絶対買います、こういうのは、はい。もうね、カルカッタシリーズはもうほぼほぼ何個持ってるの ?10 台ぐらい持ってるんだけど、ちょっと待ってね。これ巻きます。C がフロールの20ポンド。ラインをここに通すのね、こうやって。こう見える穴があるから。ここにこうやって通して、で、ここでシールでも貼って、ちょっと一回転で結ばないといけないね。こうやって巻いていく。こうやって巻いていく。おー。抜けました。こんなもんかな。こういうふうにやるね。うん。このね、あの、こうやって、ベイトリールって言うんですね、これね。で、最高級ベイトリールで、まあ、詳しい方はね、知ってるよって話かもしれないですけど、知らない人もいると思うんで、カルカッタシリーズっていうのは、本当にシマノの最高峰。で、僕は結構、あの、カルカッタシリーズが大好きで、わー、すごくいいなーって思いしかないですね。うん、もう持ってこうやって巻いてるだけで幸せだもんね。だから最近なんかこれあれだよね、こうやって作業してる時に車の中に入れといて、これこうやって暇な時にこうやってくるくるくる回したりするね。こうやって。もう巻き感が全然違うから芸術品ですよ、これ。で、ね、これ投げた後にね、ここの黒いとこあるでしょ、これ投げるでしょ、投げた時に、ね、俺なんかあのこっちに投げるから、これ、親指の腹で、ここの黒いところをこうやってやるんですよ。よく、あの、ちょっと素人の方、あの、ベイトリールあんま使ったことない方で、あの、もちろんね、正解ないんだけど、ここのね、ラインでこう調整する方もいるんだけど、まあ、基本的にはこの黒い部分ね、ここに親指の腹をちょっと軽くスーッとやるだけで、この黒い部分に親指の腹をこう、添えることによって、こう、パーミングですね。そういうことやれば、ブレーキ調整がもうバッチリになります。で、これは絶対に必要なんで、皆さんもぜひ購入検討してみてください。持ってるだけで、なんか、釣りが、なんだろう、男の趣味になったかなっていうか。うん、だから、
モンドのカルカッタシリーズっていうのは絶対に揃えなきゃいけないものだし、絶対買わなきゃいけませんよね。うん。で、なんかこういうこと言ってるとなんかメーカーさんの回し物とかなんか言われるんだけど、メーカーさんとどうのじゃなくて、自分が欲しいものはやっぱりね、まあ男は仕事して、やれゃいいんじゃないかな。怒られるんですよ、最近。この間もね、コメント言われた。高橋さん、高い道具買うのやめてみたいな、なんか銭ゲバ感が出るから、じゃねえだろって俺説教すんのよ。悪いけど、こっち365分の休日ゼロでやっとるからね。365分の365働いてるわけだから。そしたら絶対買えるから。ね。で、なんか、この高いルアーを買うといやらしいっていう意見が一部の人でいるんですよね。で、俺そういう人たちっていい人が多いんだけど、基本は。人柄がいい人が多いんだよね、結局。根の優しい人が多いんだけど、やっぱ男だったらさ、やっぱさ、あと YouTuber やるだったらさ、その最高のものも知ってて、うん、マシュマロの最高峰のこのカルカッタシリーズ、しかも21、うん、このカルカッタを持って、カルカッタコンクエスト100の HZ ですよ。これを持って、これも、やっぱ語れる男じゃないと面白くないじゃん。結局、YouTuber で自分で人前立ってやるから。で、そのためには休み抜きでやる仕事は。これ買うためだったら俺土日返上で仕事してるよ、だから。これを買うためだったら俺休みなしにしてる。あ。で、こないだね、ちょっとまあちょっと名前出したらまた怒られちゃうかな。ちょっと知り合った人がさ、その仕事したくないなんて人がいてさ、そのインターネット上で知り合った人がね、説教したのよ、散々。バカ野郎っつって、うん、自分説教しまくったんだけど、その人がまた気管棒でわかんない声でさ、ああ、ぐだ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 言うんだけど、で俺言ったわけ。いや、お前土日働けよ、工場行けよって。ね、俺なんかトヨタの気管工出身よ。ああ、気管工出身で、まあ、タクシー運転手で、タクシー月金パンパンやってね。ああ、で、トヨタの機関庫はパンパンで。うん、で、今は現在はね、もう365日で、365の休みゼロでやってるわけ。そんだけやったら誰でも買えるわけだから。で、俺はそういうこと言う人に対して、そうやって最近切り返してるね。おめえ働けごにやるれっつって。なあ？おめえ仕事しろごにやるれっつって。れっつって。最近ベロ巻いて僕ちょっと言うことを覚えてきました。はい。買えないって方は、お前土日休んでねえかここにやれっつって。ああ。月曜日から金曜日まで正社員で働いて、ね、それだけじゃ給料が増えなくて買えないことあるだろうよ。だったら月金で働いた後に土日バイトしろよ、こっりって言ってるわけですよ。はい。そんぐらいやっても買ってください。はい。絶対に買ってください、この動画見た人はね。欲しい、買えない、で、ぐずぐず文句言う、かっこ悪い男になるのやめよう。うん、次行くぞ。アンタルス DCXG21 です。これも私がね、365日、休みなしで働いた対価ですよ。だから俺ね、そういう、アンタルス DCXG ね。うん。高い道具を使っちゃいけないっていう人にね、甘えんなごにやれって言ってるんですよ。はっきり言ってるの、最近。うん。もうなんか前は気使ってね、視聴者の人傷つけちゃいけないなんて、こう、歯に衣着せてたんだけど、最近も歯に衣着さないから。ぐずぐず言うな、働けごにやるれいつって。で、働いて、土日もバイトして、徹夜で働いたりして、そしたら買えるから。そうやって手に入れるものよ。これ画面映っちゃまだ削らなあかんかな、こう、ガリ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 。削ったら叩かれるから。俺3、4年前にね、アンタレス買ってさ、これ見て、これ。反射で顔映ってるやん。俺タイガーマスクやってんだよ、仕事で。顔を視聴者たちに夢与えるために俺顔出したこと一回もないわけ、今まで生まれてから。ね、夢与えるタイガーマスクやってるから、これ反射で映っちゃうからってこう削ったんだよ。ヤスリで。そしたらもうバッスリマニアからめちゃめちゃ叩かれちゃって、それ以来嫌われちゃったんだけど、人にはいろいろあるの。わかった？これね。これかっこいいね。これはもう、これもんでしょ。うん、これもね、このワールドシャーラでこれも俺、365日休みなし働いて買ったのよ。この俺の心意気わかるみんな。ねえ。365日、休みなしよ。とんでもない仕事量。で、やればこれ買えることできるから。だから、普通なことやってたら、ね、買えません。働こうみんな。一回やってごらん。一年間休み抜きで働くってことやってごらん。じゃあ釣り行けねえじゃねえかよって、当たり前だよ、ほら。仕事なんだから。一年間、命かけて働いたら余裕で帰るから。
やっぱそんぐらいの男にならないとダメだよね。うん。今でも今後僕はもう、あれだ、死ぬまで、休みはゼロ。うん。俺が命尽きるまで、休日ゼロだぜ。なんでかわかる？やっぱそれは、視聴者にやっぱ夢とか与えないかんし。やっぱ自分らの商売、YouTuber っていう商売で、ね、これ見てくれてる人たちに夢とか与えてっていう、そういう思いがあるから。だから俺ら休日返上よ。あと視聴者から文句言われる、さっきもコメント文句言ってきたやついたよ。そんなコメントにも名言ずに、俺はやっていくだけよ。タレスの DC の21です。はい。塗装しようかな。うん、塗装しようかな。またにしよう。今日は塗装やめとくわ。またこれちょっと自分でオリジナル塗装したりして楽しみたいね。あとここ。ここね。ここは何に使うかっていうとブレーキです。ここでもう調整する。もうアンタスに関しては言うことないわ。うん。もう見てくれってだけ。本当に。あのスペックとか、その使い心地とか、そういうものをぐずぐず言うつもりもない。それはもうカタログ見て言ってくれって。うん。簡単に言うと、スプールが全然違う。巻き感がもう絶対別次元。で、これを知ってる男になってほしいわけよ。で、男は、高い酒も飲まなきゃダメ。ああ。で、やっぱり安い酒も飲むし。だ俺普段使ってるのは1万円ぐらいのリールをよく使うんだけど、ああ今一番使ってるのはエクセンス。うん、エクセンスの BB とかよく使ってるんだけど、まあ、1万2、3000円の価格帯、1万5000円ぐらいの価格帯をメインで使ってて、まあ、時折ただこういうね、ちょっと、最高のアンタレスを手に入れると、釣りに対する思いとか変わったり、幅が出るね。絶対に必要。だから21スティーズもちょっと買おうかなって今思ってます。そのために自分は休日は返上する。うん。釣りをするために、休みなしでやるわ。ああ。この見てこの光り輝く。だからね、ごめんね、ちょっとこの動画見て、何気分返す人なんか、すごく、一部の視聴者たちからよく言われるのが、僕がデビュー当時、借金まみれで、うんともすんと見えなくて苦しんでた時代に、借金まみれでね、もう、琵琶湖行くガソリン代もケチって、もうガソリン代高いって感じで、もうお金がなさすぎちゃって。うわぁ、もうどうしよう、もうこれ以上借金が増えたらもうどうしようみたいな話の時に、やっぱりそれ、竿とか安いのしか買えなくて。でもその当時のなんかそういう貧乏臭い、苦しんでる俺を見たいっていう、そういう人の気持ちもなんとなくわかる。でも、あなたのその人の奥底に、親近感という名のものの中に、なんか人を見下したいみたいな。そういう邪悪な心を俺は最近感じるよ。ああ。だから、みんなで頑張ったらこれ買えるもんだから。例えばこれがね、ポルシェだとしよう。ね。2億円します。ブガッティです。ウルカです。ね。2億円。かの有名なビートたけしが2億円ね。20年前だ。映画監督になる前、25年前だ。ビートたけしが2億円の車買おうとしたら、断られちゃった。ブガッティに。うん。お金持ってても売りません、みたいなね。だからそういうものじゃないからね。6万円です。1ヶ月踏ん張り、土日休みなしで。やってごらん。うん。土日休まず、もちろん気をつけてね、うん。怪我しないようにやってもらったらいいんだけど、それやって買ってごらん。これ見て文句言ってる人。でも高橋さんそんな俺仕事とか見つかんないとかでも、こんにやろっつって、そういう人に俺説教するんだけど、工場で働けようにやろっつって。はトヨタの機関の工場で辛い仕事して、で、辛い仕事したら飯もうまいし、健康にもいいし、体動かしていいし、辛いよそりゃ仕事は。仕事って戦争なんだよ。わかる？ボヤたち。これ聞いてるボヤたちわかる？だから死のごの言わずに、高いリールを使ってる奴は悪だみたいな風潮がインターネットの中にあるから。ね。で、それは国がいけないの、上級国民を作ったから。上級国民ね。ただ、あなたたちマインドコントロールされてる人に俺説教するんだけど、世の中そういうもんなの。ね。だから、国を動かしてるような上級国民の方々、俺らとは別世界の方々、彼らには特権があるわけ。だから、日本っていうものがピラミッド社会なの。そこまず理解しよう。あ。で、俺はタクシー運転手、トヨタの機関工などをやってきて、まあ、社会の底辺とずーっと言われてきて。あ。
とんでもない、とんでもない集中受けてきて。ただ、俺はその時決めたよね。のし上がったらな、ね、踊はやったらな、ね。で、のし上がった結果が今だ。は。365日。ただ、自分も今なんかはもうほんと登り詰めちゃったんだけど、はっきり言うとね、まあ知らない人もいると思うんだけど、まあ自分は登り詰めちゃったんだけれども、登り詰めた、でもそれでも俺まだ休み取らないよ。ああ。死ぬまで休み抜き、休日なしだから俺は。365分の365働いてなんぼだから男は。やっぱそれをね、みんなに今日伝えたかった。だからわざわざ動画撮ったの。リクエストに答えたってのもあるけど。俺かっこいいな。いいね。ということで、今日はね、またこれも16本の巻くわ。明日釣り行ってくるわ。これね。これ実調レビューもせないかんな、これ。両方使って。カルカッタコンクエストと21アンタレス。巻き感が全然違うから。今日も絶対やってるからな。クーリちゃん、クリクリ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 。